それでは日本のスターティングイレブン、フォーメーションをご覧いただきましょう。山下、中山の2トップになります。さあこの国内組ですが、金田さん、どんなところが注目でしょうか。はい、そうですね、まあ、小笠原がゲームをコントロールしていきますけど、やはり相手のディフェンスを崩すという意味でね、左サイドに入ったサントス、チャンスを与えられましたよね。はい、そこでやっぱり、攻撃の起点を作って、逆にそこで作ることによって右サイドの習志を生かしていく、サイドのやっぱり攻撃力ですね。はい、この辺を見てみたいですね、今日は。そしてジーコ監督にとって4戦目、これまで2つの引き分け1敗、まだ勝利がありません。果たしてこのアウェー韓国で初勝利を手にするんでしょうか。一方のホームの韓国です。チェヨンスが結局不参加になりましたが、イードングのワントップ、そして両サイドが非常に強力です。チェッテウクとイチョンス、このあたりのジョンユンさん、いかがでしょうか。そうですね、今日は早い選手をサイドにして攻撃をすると思うんで、すごい入門大変じゃないかなと思いますけど。そうですね、このあたりの攻撃を日本がいかに防ぐことができるか。新しく就任しましたポルトガル人のコエロ監督が率います。両チームのサブスティテューションのメンバーをご覧いただいていますが、大変な雰囲気になってきました。去年あのポルトガル、イタリア、そしてスペインを飲み込んだこの赤い大波、テハミングの大合唱になってきました。いよいよ前半が始まろうとしています。今日の審判団ですが、主審がシンガポールのケネディさん、副審がシンガポールルフティさん、ロー・コックンさん、第4の審判は韓国コン・ジョンチョルさんです。この独特の雰囲気の中で、まずどのようなスタートを切るでしょうか。ウェイの日本代表です。韓国はやはり初めから怒涛の攻撃を見せるんでしょうか。前半が今キックオフになりました。中田浩二、そして服部です。最終ラインに下げます。早くもスタンドは、金田さん、大変な声援です。いや、すごいですね。なんかワールドカップが戻ってきたような感じですよね。赤一色になっている、特に左のゴール裏、今最終ラインから長いボールはラインを割りました。韓国のボールに変わります。さあ韓国の右サイドバック、チェ・ソンヨンが中に入れて、イ・チョンスです。韓国のさあ攻撃、長いボールを前にアン・ジョンファンが詰めていきます。跳ね返したのは15番の福西、ここで秋田、日本中盤でつなぐ、福西の前にスペースがあります。さあ裏を取った、これはオフサイドではありません。ゴールキーパーイ・ウンジェが出ました。金田さん、まず相手のラインの裏を取りかけましたけどね。そうですね、ディフェンスで跳ね返したボール、はい、特に今は山下がラインを気にしながら飛び出したんですけど、ちょっとボール大きくなりましたけど、はい、オフサイドではないんでね、これが精度の高いパスであればやっぱりキーパーと一対一になったシーンだと思いますね。はい、惜しいチャンスを作りかけました。ご覧のベガルタ仙台の山下が今日は先発、韓国の中盤です。左サイド、ショーテウクからパクチュンギュンが前に蹴っていきました。長いボール、さあゴール前、イドング背番号20番、ここはサントスも下がっている。いや、今のはサントスね、はい、いいプレーですよ。やっぱり野さんとも話してたんですけど、前線の3-4 ですね、はい、やっぱ今見ても打点高いし、彼がイードングですね、今日は。あ、イードングですね、はい、自由にされると中盤押し上げてきますんでね、今サントスの戻りは良かったですよ、はい、サントス、アレサンドロ、サッカーネームはアレックスです。さあこれはオフサイドのフラッグ上がりました。奈良橋から山下が行きました。かなりしかし積極的にこの山下が相手の最終ラインの裏を狙っています。ジーコ監督にとって初めてのアウェーゲームです。今のプレー積極的に飛び出しています。さっきもこのシーンですけど、はい、でやっぱりここで飛び出していってオフサイドになったんですけど、韓国の最終ラインの4人をね、できるだけこのラインディフェンスを深く下げていくっていう効果がね、はい、ゲームの中で効いてくると思いますんで、その辺はいい飛び出しだと思いますよ、はい、さあここでもアレックスが絡んでいきました。アレックスのファウル、ユーサンチュールのファウルで素早いリスタート、韓国代表です。14番が注目のイチョンス、右のサイドアタッカーですが、今は中にずっと絞ってきています。ここで日本奪い返しました。このパスは中山に通りません。今日キャプテンマークの中山、中山はおよそ3年ぶりの日本代表スタメン出場ということになります。ボランチの6番ユーサンチョルはこれまでも数々の日韓戦に出場、日本のサッカーを知り尽くしています。チョ・テウク渡りました。左のサイドアタッカー、チェ・テウクです。さあドリブルから、うん、折り返そうというところはしっかり日本が対処しました。ノさん、スピードありますよね、両サイド ね、 そうですね、はい、本当速いですよ。このチェ・テウクが左、そして右にイ・チョンスです。
この選手がイ・チョンスです。あのワールドカップでは主に後半の勝負どころ、攻撃の切り札として活躍しました。中にボールが入ってきた。さあ胸で1回戻しました。下げます。このボールは日本ボールになるか。まずは立ち上がりです。この7番の選手が最終ライン、キム・テヨンです。あのワールドカップでは赤いフェイスガードをつけてプレーをしていた選手です。22番左サイドバックのパク・チュンギュン。パク・チュンギュンはまだ代表ではあまり実績がありません。奈良橋からまた前へ、チェ・ソンヨンからイ・チョンスです。さあ今度は右サイドのイ・チョンスだ。これはタッチライン割っていました。日本ボールのスローインに変わります。こちらが今年の3月1日に就任しましたポルトガル人のコエル監督です。2000年のヨーロッパ選手権では母国ポルトガルをベスト4に導いた名将です。現在は韓国のまさに国家的英雄にまでなっているヒディング監督の後を受け継ぎまして、監督が築き上げたそのものを私はさらに発展させると話しているコエル監督。ジーコ監督は腰を下ろしました。チェソンヨンから長いボールが前に入ります。イードングワントップを狙ってくる。そして中田浩二からのボールですが、早めにこうトップにぶつけようという意識が立ち上がりから日本見られます。またチェテウクのドリブルだ。クリシがついている。アンジョンファン下がって、さあ前を向いたユーサンチョルです。アレックスがかなり絞って今ディフェンスをしていますが、また開いてきました。アンジョンファンにぶつける。トップ下でアンジョンファンは今日はミッドフィールドを縦横無尽に駆け巡るんだと話しているが、チェヨンスからまたアンジョンファンです。 J リーグ清水エスパルスに所属アンジョンファン、ここで奈良橋がカット。すぐに中山を狙います。この大変なアウェーの雰囲気の中で、まずカレナさん、まだ始まって5分ですが、はい、ある程度日本は落ち着いて入ったと見ていいでしょうか。そうですね、出方をきちっと見てると思いますね、最終ラインの秋田を中心にね、はい、誰が起点になってどういう展開を韓国がしてくるのかということを測りながら、はい、やってると思いますよ。さあそしてピッチサイドでは福田正博さんに解説をお願いします。福田さん、はい、まずこの声援いかがですか。すごいですね。選手同士の声っていうのはちょっと聞けないんじゃないかなっていうぐらいすごい声援ですね。福田さん、今はジーコ監督のかなり近くにいらっしゃるんでしょうか。そうですね、1メートルぐらい後ろにいますけど、ここまでは様子はいかがでしょうか。冷静に戦況を見てると思いますね。そうですか、はい。まあ、目の前でですね、特にサイドの攻防は今日は非常に面白そうなんで、はい、そのあたりを中心にリポートをお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあここで日本つなぎます。奈良橋が上がっている。この長奈良橋が右サイド、左サイドはアレックス、さらには服部、こういったあたりがどれだけ日本のサイド攻撃チャンスを作れるか。今小笠原に渡ったんですがタッチラインを割りました。今日はジーコ監督も金田さん、小笠原に対してはかなり中盤で、はい、まあ、はっきりと中田英寿と同じ役割をしてもらわなければというふうに言ってましたが、期待はしてるでしょうね。そうですね、まあ、彼にボールが集まってね。さあ前の9、はい、さあ山下から、はい、アンジョンファン、カウンターはどうか。このカウンターに対するアット、今はユサンチョルを倒してしまいました。イエローカードが出されま す、ね、中田浩二がユサンチョルを手もちょっとかけるような形でファウル、倒してしまいました。この試合最初のイエローカード、中田浩二です。まあ、小笠原にね、はい、彼が前を向いた状態でボールがキープできればスルーパスも簡単に出てくる選手なんでね、彼がいい形でボールを持てるようなことをある程度みんなが作ってあげないと、これはサントスにも言えますよね、はい、彼がドリブル得意で突破するといった時には個人に任すんじゃなくて、やっぱり彼を追い越してあげる選手、横につく選手、はい、サントスがボールを持って、サントスがボールの選択肢、パスの選択肢をたくさん持つことによってドリブルがまた生きてくるわけですから、そういう状況をチームみんなで、ね、作ってあげることですね、はい。さあ韓国最終ラインです。放送席のノジョンユンさん、はい、ここまで見て韓国代表の立ち上がりはいかがですか。そうですね、今日本がコーバックの後ろを狙ってるんで、あれを気をつけてプレーしてるのが見えますね、はい。さあアンジョンファン中を向いてきた、シュートを打ってきました。両チーム通じて最初のシュート、アンジョンファンミドルシュート、右足で狙ってきました。ローさん、アンジョンファンはミドルシュート得意ですね。そうですね、あれはもうテクニックも打ってるしスピードも打てますんで、はい、
今は積極的にまず狙ってきました。ホームの韓国です。清水エスパルスのチームメイトの森岡が日本の最終ラインにいます。それからアレックスもチームメイトになります。アンジョンファン、まあ、森岡ともかなりこの試合が決まって選ばれた後もオープンにいろんな話をしたそうですが、先方振り切ってパクチュンギュ、左サイドバックから一本の縦パスです。イードングが走っていきました。タッチラインを割っています。このインドングは日本で言えば小野、稲本、高原と同じ世代でユース、それからオリンピックと何度も金田さん、イードングは日本戦でも活躍、いいゴールをね、日本は決められてます。そうですね、ワールドユース予選のアジア選手権ですけどね、はい、まあ、決勝で点取った選手ですけどね、非常に期待されながら、ちょっとあれですよね、野さん、怪我で遅れた部分がありますかね。そうですね、はい、でも彼はやっぱり、まあ、若手で今期待してますから、うん、一番いい選択ですよ。才能はすごいですよね。そうですね、はい、そのイドングが今日はワントップの形になっています。チェヨンスは体調コンディションがもう一つ整わないということで、日本の J リーグジェフ1区からから参加できませんでした。森岡うまくかわして前につないだ。福西から小笠原です。奈良橋が上がっています。チェテウクがディフェンスで下がっています。奈良橋勝負に行きます。折り返したところつなぐ、ここは右サイドからしっかりと折り返してきました。折り返してきました。で、はい、大事なのはね、山下がやはりニアに来たボールを相手の韓国のディフェンスの前でこういうプレーができたということですよ、はい、ここで潰れると後ろに流れてきたボールはまたチャンス拾えますからね、あのプレーはね、本当にクロスに対してのポジショニングっていうのは大事ですよ。福西からまた奈良橋を使います。いいですね。このボールはタッチライン、いや、ゴールラインを割って日本のコーナーキックになりました。両チーム通じて初めてのコーナーキックです。まもなく今前半の10分になりました。この表情はどのように戦況を見つめているか、ジーコ監督です。さあ、ここはサントス、アレサンドロ、アレックスが左足のコーナーキックになります。後ろからヘディング強い、ヤクタも上がっている。カーブがかかってきてユンジ出ました。ちょっとパンチング小さい。去年のワールドカップで全ての試合韓国のゴールを守ったゴールキーパーのイウンジェ、実は日韓戦は初めての出場になります。非常に楽しみにしていました。そのチェソンヨンからゴールキーパーのイウンジェにボールを返します。29歳イウンジェ。さあ、オーバーヘッドバッター中田、山下つないで中山、ついているのは若いディフェンダーです。2番をつけるチョンビョングです。韓国も4バックです。ここは韓国のファウルがありました。今少し日本のペースになりかけているでしょうか。ここからのフリーキックになります。今のプレー、チョビョングのスライディング、アレックスに対してちょっとスパイクの裏も見えていました。さあ、すぐに蹴っていった小笠原、これはやり直しです。やり直しになりますね、はい、いや、このあたりはさすがにアントラーズのチームメイト同士で小笠原と中田浩二が分かり合っているというタイミングでした。ですが、イエローが出てますか。右手に主審のケネディさんですか。あ、笛ですね。ホイッスルですね。はい、ホイッスルです。もう一度フリーキックのやり直しになります。左足のアレックスか、右足の小笠原か、 30m を優に超えている距離があります。前半11分、小笠原狙ってきました。韓国の選手に当たりました。これはタッチラインを割ります。さあ、日本のまだ攻撃が続きます。左のエンド、ホイル監督がちょっと立ち上がって何か言おうとしていますが、日本つなぐ、前に体を入れてきました。チョビョング、しかし強引とチャンスになります。服部から中へ、山下が行きました。さあ、これは相手に渡ってアンジョンファン、アンジョンファンのドリブル、明日防いだ、ノーファウル。もう一度来ます。ユーサンチョルから長いボールがイチョンスへ、このサイドをケアしなければなりません日本です。森岡が防ぎました。今ちょっとヒヤッとするようなシーンだったんですが、いや、っていうかね、あのクリアのボール、はい、特にディフェンスラインから前線のいいドングに出て彼が競って落としたボール、ここへの押し上げっていうのはね、本当韓国早いですよ、はい、あれ本当に迫力ありますよ ね、 そうですね、昔から、ね、得意ですよね、はい。しかし伊能さん、ホームの韓国が立ち上がりからどんどんこう日本陣内に攻め込んでくるのかと思ったんですが、そうですね、はい、そういう感じにもなってないですか。そうですね、さあ、長いボール、
中山を狙います。アレックスです。ボランチの2人、中田浩二と福西ですが、去年11月のアルゼンチン戦でも先発でコンビを組みました。このボランチ、それから最終ライン、この辺りの積極的な守備が金田さん、かなりあの試合でも良かったんですよね。そうです ね、ここはファウル。まあ、立ち上がりは日本も韓国の攻撃というのを非常に慎重に見ながらやってますし、はい、あの前線にボールが入った時に中盤とちょっと距離が空きすぎるんで、小笠原がボール入れないとなかなか拾えないんですが、その分はやっぱりディフェンスに配慮しているということでね、はい、非常にいい立ち上がりだと思いますけどね、はい、まずはいい立ち上がりを見せました。前半13分、日本のまたフリーキックのチャンスになります。小笠原蹴ってカーブがかかってきますが、これはそのままゴールラインを割りました。韓国のフリーキックになります。韓国のゴールキックになります。ピッチサイドの福田さん、はい、福田さんもある程度前半からの韓国の構成をですね、はい、心配されてましたが、ここまで雰囲気そちらで感じていかがでしょうか。そうですね、思ったよりそう前に前にっていう感じじゃないですね、日本チームもあの冷静に対応してますんで、はい、なかなかスペースがないんで、攻撃を探しているというような感じですね、さあ落ちたところは福西のヘッド。福西はヘディングには自信を持っています。さあ山下が競って、中山繋ぐことができるか。もう一度山下、ここは日本繋ぐ。このプレーはファウルありませんが、まだあります。これはオフサイドのフラッグ、オフサイドのフラッグが上がっています。惜しいですけどね。日本先制ゴールかと思いましたが、わずかにオフサイド。今は山下がよく空中で粘って、そしてアレックスが絡みました。まあ、相手のクリアしようというようなボールがアレックスの足に当たって一つ前に飛び出していました。中山です。中山、まあ、A マッチこれが51試合目、これまで21ゴールを日の丸をつけてマークしています。今回はキャプテンマーク。福田さん、はい、オフサイドになりましたけど、はい、最後までシュート打って今中山決めましたよね、はい、ああいうのはゲーム中で、はい、結構こう次のシュートの時に精神的には少し楽になるのかなと思うんですけどね、どうなんですかね。そうですね、あのシュート打つっていうのはやっぱりいいと思いますね。そうですよね、はい、中山選手いいと思いますよ、はい、動きは非常に。奈良橋から前へ繋がります。小笠原の前にスペースがあります。いい展開ですね。サイドを使ってアレックス、服部も来てますよ。オーバーラップ、アレックスどうする。中を向くサイド、クロスを入れてきました。まだあります。小笠原、うまい。クロスを狙って、ダーン、ループシュートを狙ってったんですが、わずかに外れました。いやちょっとインフロントにかかりすぎたのかな。でも完璧ですよね、アイデア。先日あの小笠原は J リーグ柏戦で素晴らしいループシュートを決めているんですが、ここはワンタッチで蹴っていきました。清水さん、いやわずかに左。はい、福田さん、今小笠原のシュートのリプレイを見てジーコはやっぱ壁を叩いて悔しがってましたね。そうでしょうね、はい、何か間合いタイミングとしては完璧な感じがしたんですが、本人も自信あったと思いますよ、落とされたボールもね、はい、中山から非常にいいボールが落ちてきましたからね、はい、いいシュートを打ちました日本です。あ、蹴ってきました。落ち着いて入れてきますが、ここはゴールキーパー出ます。チェッテウクが中に来ていましたが、奈良崎が出ました。さあ日本いい形を今見せている。インターセプトの形になりました。2番の若いチョ・ビョング、山下のディフェンスはファウルになります。足をかけてしまいました。山下もこれが3試合目の日本代表のゲームになります。これまで2試合チャンスを生かすことができなかった、今度こそは生かしたい、力強く昨日は勝っていました山下です。うまい小笠原のディフェンスですね、はい、そして中山、小笠原が粘っています。フリーキックのチャンスを得ました。中山がすぐに走っていったが、ここは奈良橋に任せます。奈良橋、小笠原、その他アントラーズの選手が中田浩二出ています。さあここがどうだ、ゴール前、ここも日本奪っています。ジーゴ監督もアウェーとはいえ、できれば相手のエンドでプレーをしたいんだということを話していましたが、中山へ、これは通りません。しかしどんどん日本の選手が後ろから出てきます。さあトップにつなぐか、ここまた日本ボール。野さん、はい、ちょっと韓国の守り、それから全体的にここまでいかがでしょうか。そうですね、今ワントップですから、プレッシャーをかけないことで、無事になってますね。ここは山下です。
トップですからという今お話がありましたが、ちょっとそのイードングに対してもそれほどいいボールが今のところは来てないですかね。そうですね、まあ、野さんとも話したんですけどね、ワントップっていうのは一つのターゲットを見失うと、はい、なかなか前線にこう大きなボール出せないんですよね、だから押し上げることもなかなかできなくなる難しさが一つあるんで、はい、ちょっと今日の韓国の布陣のワントップは難しいかなという話はね、さっきちょっとしたんですけどね。なるほど。しかし中盤で日本が相手ボールをすぐに取るというシーンがこのところ連続して今生まれています。このボールはゴールキーパーイウンジェに来てしまいました。しかし早いタイミングでああいうボールもフォワードの前チャンスとあれば蹴っていこうという日本、そういう練習も一昨日昨日意識づけでしていました。まもなく前半の19分、ユサンチョル、さあイドングを走らせる、服部がついている、服部とイドング、しっかりとこの辺りは中田浩二もいい距離に詰めてきていました。フォローに来ました。中田浩二から一気に前へ、これはタッチラインを割っています。清水さん、はい、今中田浩二のキックでジーコ監督がもっと落ち着いて落ち着いて、あ、もっと落ち着いてやるようにっていう指示を出してましたね、はい、イチョンスホイッスルです。イチョンスのファウルになりました。まだ21歳です、まあ、韓国は実はこのイチョンス、それから左サイドのチェッテウク、最終ラインのチョ・ビョングク、このあたりは22歳以下で次のアテネオリンピックを狙います。22歳以下オリンピック代表チームのメンバーでもあります。日本はオリンピック代表チームと現在フル代表は完全に分けていますので、その年代の選手はこのチームの中に入ってきていません。服部、韓国ボールになりました。チェテウク、スピードがある、奈良橋、福西もいるが、チェテウクのドリブル、奈良橋のクリア。まずは本当にこのチェテウク、奈良橋1対1で、金田さん、どれだけ最初に優位に立つかですけどね。これはもうサイドの攻守の攻防というのはね、はい、ちょっと90分見逃せないですね。パクチュンから中にいいボールが入った。ただ前半ね、はい、始まってからずっとなんですけど、奈良橋、それから左の服部、両サイドが非常に落ち着いてますよ、応対が、はい、まあ、その分韓国はイ・チョンスとチェテウク、この辺がなかなか起点になりきれないところはありますよね。そのあたりは韓国の一つの攻撃の形をここまでは封じている、いいものを出させないという日本のサッカーができています。前半の20分が経過しました。ゴールキーパーまで戻しました。野さん、ここまでですね、一つの狙いであるイチョンス、それからチェッテウクですね。そうですね、でも今右のイチョンスにあんまりいいボールが入ってないんで、突破力があんまりないですね。そういうシーンがなかなか見られないですね。そうですね、今韓国で左で、はい、攻撃してるんで、あ、なるほど、そうすると左のチェッテウクの方がここまではいい形でもらっています。右サイドバックチェソンヨン戻しました。4バックを敷いています。キムテヨンから向こうサイド、パクチュンギュンです。ソンナムイルファに所属しています。今年の2月はソンナムイルファクラブチームの A3 の戦いで日本に来て、ジュビロ、それからアントラーズと戦いまして活躍しました。中盤で奪ってからアンジョンファンのファウルです。アンジョンファンは日本のチームにはヨーロッパ組優れた選手が今回は入っていないので、自分は中盤でかなりいろいろなところで攻撃の幅が広がると思うと話しています。ここは秋田が蹴っていきます。日本前半の22分、まだ両チーム得点ありません。長いボールを中山を狙っていきますが、リーグカッター山下来る、そして小笠原が来ている。今は小笠原は、金野さん、狙いは何だったでしょうね。いやー、頭越しのループだと思いますよ。シュートなんですね。ちょっとタイミング取れませんでしたけどね、どんな感じでした今、福田さん、シュート。そうですね、ちょっとジャンプのタイミングが悪かったですね。そうですね、タイミングが悪くて落ちるところに当たってしまったっていう感じですね。ただ山下もあそこにきっちり行って、中山も競り勝って落としましたしね、いい形作ってますよね。中田浩二のファウルです。今日すでにイエローカードを1枚受けています中田浩二。韓国リスタートは細かいパスから、アンジョンファンからパクチュンギュン、左足正確です。クロスが入って、イドング、イチョンスと重なった、イチョンス前向く、
ました。今うまかったですね。うまい。うまいうまい。いやー今のジーコ監督映りましたけど、ヒヤッとした顔ですよ。それはそうですよね。これただちょっとね、イーチョンスはああいうプレー得意なんでね、簡単に飛び込みすぎたかなと、服部にしてはね。6番の選手が服部です。あれは中級生から2冠戦の経験ありますから、これはでも能さん決めなくちゃいけませんね。そうですね、今日の試合でですね、あんないいチャンスはあんまりないと思いますよ。決定的なチャンス、韓国イチョンス。さあしかしこういうプレーを機に一気に押せ押せムードになるのか。前半の韓国です。今度は小笠原が山下へ、ブラインドたボール、アレックスが走ります。チェソイヨンが先に追いつきました。縦のイチョンス、ユサンチャル、ぶつかる、永田浩二、福西も来ました。かなり金田さん、中田、それから福西のあたりでボールを奪うシーンがあると思うんですね。聞いてますよ、ね、ああ、しかし安城ファンだ、安城ファン、前イドングが行った、イチョンスにボールが来ます。韓国の形、クロスが入る。いや今ね、はい、サントスがね、聞こえたかどうか分かりませんけど、いい指示出しましたよ、服部に。縦を見ろっていう、縦を切れっていう声だったと思うんですよ、服部に対して、はい、中に切り込んだら自分が見ると、そういうコーチングですね、コンビネーションですね、はい、アレックスも今日は守備の場面でもかなりいいところに顔を出しています。あと先ほど福西と中田コーチの関係ですけどね、はい、イーロングに入る、センターバック2人で挟んだんですがボールがこぼれました。まあ、特にアン・ジョンファン、この辺をどちらかが見て、これは抜け出したオフサイド、オフサイドのフラッグが上がっています。まあ、ほぼボランチの1人ユー・サンチョルが上がってくるんですが、それを福西と中田で非常にいいバランスで見てると思いますね、はいはい。まあ、中盤はやはり相手の攻撃、これを守るとこちらの攻撃、アレックスあたりが前に行けませんが、そのあたりの駆け引きです。生き物のようにリズムが変わってきます。現在は少し韓国が勢い出てきたでしょうか。縦の、おーっと、小笠原、小笠原も先ほどは決定的なシュートを、まあ、金田さん、あれは外したという表現はちょっとかわいそうなんですか。どうですかね、ループシュートですか。そうですね、まああれはね、難しいシュートだと思いますけどね、はい、惜しいチャンスがありました。あ、キムテヨンが上がってきました。最終ラインのキムテヨンからアンジョファン、もう一度キムテヨン、ここにチェテウクが来ています。左から右にポジションかかってきました。チェテウク切り返して中に入れる、ね、落ち着いてますよね、服部ね、はい。永田浩二、小笠原ですが今スルーしたんでしょうか。中山と合いませんでした。キャプテンマークのユサンチョルです。ユサンチョルも今回あのワールドカップと全く同じ熱気、そして気合の入り方、我々は感じています、話していました。パクチュンミュン、これ抱いてイドング、イドングの左足ボレーあったんですがディフェンスに当たりました。さあどんどん来るぞ韓国、イチョンス、サイドにはボールが入ってきます。さあ福田さん、はい、いよいよ来ましたね韓国。そうですね、すごい声援ですね、ちょっと日本選手ちょっと冷静さを失ってるかもしれないですね。あ、そうですか、ちょっと気をつけないといけないですね、はい、完全に攻勢で出てきました。この流れを断ち切りたい。ヘディングクリア、小笠原つなげない、この前まだクリアは真上です。タッチラインを割りました。どこか金田さん、今ちょっと韓国が勢いづいてきていますが、やはりサイドからの攻撃だと思いますよ、ディフェンスラインのパクチュンギュンが上がって左からいいクロス上げてますしね、はい、ゴール前に3人揃ってました、やっぱああいう時の韓国は迫力ありますしね、そこはしのがないとしょうがないでしょう。さあこのボールは奈良橋の前、一気に奈良橋が長い距離を走っていきましたが合いませんでした。今しかし日本の選手たちが各地で奈良橋を迎えました。
ああいうところを狙っていくというのは金谷さん大事なんでしょうね。大事ですね、実際に奈良橋が立ち上がりでああいうフリーのランニングをしたために日本がだいぶペースを取ったわけですからね、ここはゆっくりイウンジェです。さあこの寄せる大波をどのようにかわしながら泳ぎ切っていくのか日本代表。またファウル、フィニッシュのファウルになりました。さあおよそゴールまでの距離 30m、 どうですか野さん、この距離はちょっと遠いじゃないですか。ですか、はい、狙いませんか。多分狙うと思いますよ。野さんだったら狙うよね。いやーどうでしょう多分あのイチョンズとかユサンズっていいシュート持てますから、うんですね、それから左足の15番のキム・ドグンもいます。キム・ドグンはボランチの選手、壁の位置についてクレームをつけていますから、さあちょっとずらして後ろからということもあるでしょうか。ユサンチョル、それからキム・ドグン、さらにはアンジョンファンもいる。アンジョンファン、いいシュート打つね、パンチあるよ今のは。いい質ですね。あ、わずかに左でした。アンジョンファンのシュートです。ワールドカップのイタリア戦、あのゴールデンゴールでまさに国民的なヒーローになりましたアンジョンファン。実は前回の日韓戦2001年の12月の国立競技場、この時もアンジョンファンは先制ゴールを日本相手にマークしています。まあ、森岡あたりもやはりチームメイトということよりもあの時にやられたアンジョンファンというイメージがかなり強烈に残っているんですと話していました。さあシュートが出ますとこちらの大きなビジョンにそのシュートのスピードが表示されます。今のアンジョンファンのスピードが129キロと表示されました。こちらの野さんスタジアムは粋なことやりますね。そうですね、129キロです。さあ小笠原、山下にぶつける、山下から惜しい、はい、タイミングでいいプレーですけどね。山下もアレックスも言っていました。とにかく今あの所属チームの仙台で非常にいいプレーでゴールも2ゴールマークしています、はい、あと、福田さん、はい、中盤であの小笠原のディフェンスというのは本当効いてますね。そうですね、あのディフェンスも効いてますし、あのキープしてるとほとんど取られないですから ね、しっかりためができていい攻撃につながっていると思いますよ。そのあたりの小笠原が本当にあの中田、中村、小野、稲本、このヨーロッパの黄金の4人組にも今も力的にほとんど遜色ないのではないかというふうに言われるプレイヤーに成長してきました。さあ少し韓国の勢いが一休みに近づいてきているのか。前半の20分過ぎから大攻勢がありました。これはファウルです。15番のキムドグンに対して福西のファウルになりました。足をかけました。さあプレーはつながっています。イドンから戻して右サイド、チェソンヨンフリーになりました。慌てて服部が詰める、クロスが入って奈良崎です。手元の集計ですがシュートの数日本が2本に対して韓国はここまで4本放っています。そのうちの1本がイチョンスの完全にキーパーと1対1になるような形でしたが、わずかに左に外してしまうという惜しいシュートがありました。日本は小笠原の惜しいループシュートがわずかに左に外れました。中山、キムテヨンが詰めています。共にベテラン同士、これはキムテヨン、韓国が中山のファウルを取りまして韓国ボールになります。手を使って相手を押したというような判定になりました。この中山が今回はキャプテンマークをつけることになりました。まあ、もちろん最年長だからチーム全体を盛り上げていきたいとは思うけれども、やはり指示であるとか強い気持ちであるとかそういうのは僕だけじゃなくてイレブン全員が強く持っていかなければ、そういう意識を持たなければダメだと思います話していました中山です。もう腹の底から揺さぶられるようなものすごい声援。さあ中山からつながります小笠原、開いているのは山下です。山下シュート、シュートかパスだったでしょうか。いや中山へのパスだと思いますけど ね、このボールはタッチラインを割っています。まあ、タイプとしてはあの柳沢と同じようなかなりこう動きの質が高くてポストプレーなどにもいい形で入ってきますし、
そうですね、はい、瞬間のスピードありますし、特にやっぱりクロスに対してニアサイド外してほしくないですよね。それができる選手なんでね、山下は、はい、そしてアレックスや奈良橋から金田さん、どれぐらいそういうクロスが入れられるかですけどね。そうですね、アレックスもしばらく守備に時間を割かれていました。ここは中山のポスト、つながって福西です。これはありませんでした。今のあたりも福田さん、はい、福西がマイボールになった後もちょっとプレスを感じてるんですか。そうですね、今ちょっと慌てましたね、はい、そういうところの韓国の中盤のいわば持ち前のですね圧力ですね、はい、そうですね、あとスタジアムの雰囲気じゃないかなと思いますけどね。スタジアムの雰囲気やっぱりそうですかね、はい、まあ、次以降日本代表監督はアウェーでの特別な戦い方があるわけではなくて、ホームでの普段の戦い方がアウェーでどれだけできるかということが大事なんだということを言っています。ですからこのアウェーの厳しい環境での経験をたくさん積む必要があるんだという話です。イドング胸で受けました。小笠原、中山がスペースに走り出している。中山に合いました。さあ小笠原が前に行く。もう一度アレックスが今中に絞ってきています。一旦戻しました。服部が開いていますが、もう完全に今アレックスは中にいます。戻します。森岡も前回のウルグアイ戦に続いての秋田とのセンターバックコンビ。福西、日本かなりつなぎます。アレックス、小笠原、さあいい形で奈良橋に出ました。これはクロスが入ってくる。さあニアに山下走る。山下行ってますよ。山下ニアに走る。あれでいいんですよ、はい、あそこのポジション取れるのがね、山下の魅力ですよ、ニアに走り込んでいきました。今のプレーです。懸命のクリアはキムテヨン。ちょっとクロスボールと合いませんでした。しかしコーナーキックチャンス。前半2本目、先ほどと同じ右からアレックスです。さあこのボールはフィニッシュが行きました。いや、中田浩二が行きましたが、ユンジェです。上がれというユンジェですが、ちょっと合いませんでした。まだ両チーム得点ありません。前半の35分です。ここまでは金田さん、互角と見ていいんでしょうか。いいんじゃないですかね、はい、まあ、お互いにらしいプレーを出し合ってるような気がしますよ、アンジョンファンからイドング、そしてイチョンス。日本ラインが下がります。反対サイドヘディングで絶対行く。いいですね。行ったのはチェテウクですか。あれ、いえ、チェテウクですね。逃げなくですが、正確なボールを蹴ってきましたイチョンス。ノジョユンさん、はい、ここまで見てて韓国の攻撃面で何かもうちょっとこうやってほしいな、何かそういう感じるところとはありますか。そうですね、今あのセンタリーセンタリー上がるんですけど、今、あのイドング一人だけなんで、もうミドフィールドでもう一人でも入ってるのがもっといいじゃないかなと思いますけど。ああ、なるほど。ただあのワールドカップではやはりまあワントップといいますか、スリートップといいますか、やっぱり真ん中は一人という形だったでしょ。時間があったんで、あの時はもう攻撃が強かったですけど、今はもうあのミドフィールドで後ろ下がってるんで。なるほど。さあアレックスが走っていきます。先ほどからかなり中にいて中央でプレーをしているアレックスです。なるほど。韓国のあのワールドカップでの躍進の時は、まあ、トップにファン・ソンホン、それからアンジョンファンがいた時もありましたが、ソルギヒョンとかパクチソンが金田さんかなり前でよく絡んでいましたよね。いや、だからクロスに対してね、今野さんおっしゃいましたけど、中に3人はいましたよね。あ、なるほどね。今ちょっとそういう意味ではそこの最後の枚数が少ないかなということですかね。押し上げるのにやっぱり距離があるポジションを逆に言えば取らざるを得ないというところにいるんじゃないですかね、はい、ユーサンチョル、こちらサイドに振りました。チェソンヨンです。さあ今ゴール前に3人ぐらい入っていこうかという構えですが、チェソンヨンからユーサンチョル、チョビョングも上がっていきました。その裏を今山下が突こうという構えですが、ボールを失いません韓国です。イチョンスこっちに来ました。左サイド、キム・ドグンからユサンチョル、そしてチェソンヨンです。キャプテンマークのユサンチョル、この人はポジションどこでもできます。長いボールが入ってサイドへ、奈良橋はどうか、後ろからパクチュンゲン来た、パクチュンゲン来た。もう一つリズムが合いませんでしたでしょうか。奈良崎がキャッチしています。清水さん、はい、日本は今サブのメンバーが全てウォーミングアップを始めています。
ミングアップを始めました。前半の38分です。小笠原強いね。ああいうところで小笠原は本当にあの奪う技術はね、本当にないですよ、小笠原は。タイミングがいいですね。いいですよ、これ取りに来るタイミングが。姿形で言いますと173センチ72キロということですから、それほど大きくなかなかきちりというタイプも見えませんが、非常に重心が低くて強い。さあここはまた日本のファウルがありました。韓国ボールです。清水さん、はい、今山下のプレーに対してボールを待つんではなくて、ボールに向かってしっかりトラップをしようということですね。そうすればキープがしっかりできるんでということですね、待つなということですね。なるほど、抜け出してきました。チャン・ジョンファンです。よく戻りました。今でも一人だけですね。ちょっとアン・ジョンファンが一人だったという、孤立してたでしょうかね。いいドング一人でしたね。ゴール前ですね、まあ、普通上げるタイミングですけど、ですよね、はい、しかしコーナーキックのチャンスになりました。ここは要注意ですね。チャンスの右足、時間的にも高さもあるからね。まもなく前半40分になります。楢崎パチグ、おーっとよく小笠原が触った。まだあります。チェテンクミドル、中田浩二が体を入れます。この辺りの球際の攻め合いですが、もう一度ヒムドロからミドル、ジャストミートしませんでした。日本助かりましたが、まだあります。キムテヨン怒涛の攻撃、アンジョーファン、コースに行ってましたよ。そうですね、今のいいシュートだもんね。何本シュート来たでしょうかね、今一連のプレーですが。さあまだ来ます。今押し込まれています。あーこぼれる、クリアしましたアレックスです。まあこういう感じになりますと、福田さん、はい、ちょっとこう日本の最終ラインも含めてですね、はい、呼吸しづらいような、そういう感じになってると思うんですけどね。そうですね、中盤の選手もディフェンスラインちょっと吸収されてますからね、はい、こぼれ球がなかなか拾えないという形ですから、どんどん波状攻撃をかけられます ね。 あ、 そうなんですね。あとなんといっても歓声がすごいですよ。あもう本当にすごいですね、これですね、あのポルトガル、さらにはイタリア、スペインを苦しめました。そして最後は大波に飲み込みました韓国。さあこれ来るのか、ここからつなぎたい日本です。小笠原の強さ、ファウルを取りました。これで一息つくことができます日本代表です。清水さん、はい、今ユーサンチョルのユニフォームが破れてしまってですね、ははちょうど前がはだけてしまっているような、そんな感じになって、本当ですね、胸のあたり肌が露出していますが、ユーサンチョル、これはちょっとこのままプレー続行。今のところは主審のシンガポールのケネディさんですが、まだ気づいていないんでしょうか。さあその間でもどんどん来ます。イードングとアンジョンファン、やや重なりましたが、イードング、うわ浮き球、うまさも見せてきます。戻してキムドグン、左足非常に得意なキムドグン、それからパクチュンギュンがまた入れてきますが、いやしかしいいキックを持ってるね、パク・チュンギュン ね、 そうですね、後ろからキム・テヨンが上がってきて、そのキム・テヨンへのファウルになりました。前半42分です。中山が後ろからのディフェンスを押し倒してしまいました。さっきアン・ジョンファンが打ったところと同じぐらいの位置じゃないですか。あそうですね、30やはり 2,3 メートルはあるでしょうか。なんでしょうか、イチョンスなんでしょうか。さあユサンチョル、ユサンチョルだ、ちょっとユニフォームが気になりましたかね。ノーさんやっぱり今の ね、 ねこれはこのまま前半はやらなきゃいけませんかね。前半今43分です。さっきのこのキー行く時、競り合い時ですね、はい、
ルール的には金田さん、これは変えてもいいと思いますよ、すぐベンチから出してあげればいいんじゃないですか、新しい、はい、今ピッチサイドでユニフォームは用意されているんですが、ちょうどそのタイミングが待ってるところですね。そうなんですね。ちょっと韓国も攻撃を一休みすればいいのにと思いますが、さあ、しかし前半のこの時間帯ですから、そこは全く、おっと、アレックスをファウルになりました。一気に日本ゴールに押し寄せようという韓国です。ユサントルは、ちょっと自分はゴール前に上がるんだということで、替えのユニフォームに着替えるのを今拒否しました。キャプテンマークユサンチョル。日本はここは金田さん、なんとかですね、雰囲気的にはそうです、ね、ハーフタイムに逃げ込みたい、押されてます。さあ、これは日本ボールになりました。イードング前線でアンジョンファンとのコンビネーションなど含めまして、いよいよその力を発揮してきました。今のイントングは角刈りのようになっていました。かつては茶髪の長髪が自慢でライオンキングというような異名を取ったこともあったんですが、今年から韓国は兵役義務がありまして、軍隊に入りまして、軍隊のチーム、髪型も変わりました。イードング、先ほど国歌が流れている時は敬礼をしていました。ちょっと切り替えが、遅れましたね。チェテウク、はい、アンジョンファンがかなり左右顔を出します。やはり最後の攻撃の起点となるのはアンジョンファンです。パクチンギュン、今ロスタイムに入りました。韓国はバランスが良くなったですね。良くなりましたね。両サイドが上がってですね、さあ長いボールが入って、そしてイチョンスです。チェテウクは中にいる。アンジョンファンは遠いところにいますが、そのアンジョンファンを狙います。よく見てるね。そうですね。入れ替えて。いいディフェンスですね。はい。さあ、そのノさん、はい、両サイドが上がってというのはサイドバックのことですか、その一つ前のことなんでしょうか。で、後ろは一緒に2人でよいオペスしてますね。あは。ここで前半が終了しました。前半かなりのやはりすごい攻撃にさらされましたが、日本0対0で折り返します。後半に向けての日本代表ですが、背番号13番が見えます。ということは奥大輔が後半のピッチに入ります。今回フォワードの京都パープルサンガの黒部が膝を悪くしまして故障、その黒部が抜けた後追加招集されました奥大輔が後半から入ります。さあ、ピッチサイドの解説は元日本代表のストライカー福田正博さんですが、福田さん、はい、奥が入りましたが山下ですね。山下と変わりますか、はい、そうですね。でも山下もかなり良かったですよね、福田さん。そうですね、精力的に動いてたと思いますけどね、はい。これはジーコ監督に何らかの作戦思いがあってのことだと思います。は中盤で今横浜 F マリノスではプレーメーカーの役割も担っていますが、金谷さん、フォワードもできないことはありませんが、どうしますか。アレックスが前に行くんでしょうか。その辺はね、奥もサントスもどちらもフォワードは状況によってはできますんでね、お互いにポジションチェンジしながらバランスを崩さないで、どちらがフォワードやってるときは中盤に戻って、はい、そういう交互の役割っていうのはジーコ監督期待してるんじゃないですかね。さあ、後半が始まりました。前半は0対0。またもうおびただしい数の白いテープが韓国のサポーターからピッチに向かって投げ入れられました。ソウルワールドカップスタジアムです。前半は特に前半の後半部分で怒涛の攻めを韓国代表は見せました。それを後押しした大声援です。パクチュンギュン、韓国の方はメンバーの交代はありません。サイドを変えてきました。これが通った。前に来ましたイチョンス、そしてアンジョンファン、ゴール前イドング、日本ボールになります。服部から福西、後ろをチェックする。すぐには出せませんでした。ゴールキーパーまで戻します。イードングのディフェンスでした。さあ、今は中山とアレックスの2トップのような形にもなっています。前半は左サイドにいましたアレックスですが、服部が戻ります。イチョン
集めてきました。まあ、前半の服部は金田さん、このイチョンソをよく抑えていたと言っていいでしょうか。そうですね、両サイド奈良橋、服部非常に落ち着いて応対してたと思いますよ、はい、ただ応対しててもやはりいい精度のボールを上げてくるシーンも何回か見られましたんでね、その辺はもう中で頑張って跳ね返すしかないですから。なるほど、はい、さあ有酸長がここまで来ました。そしてここにチェテウク、ただのスピードもあります。後ろからパクチュン軍も来た。アンジョンファンへ、いきなり後半開始から日本を押し込めようというのが韓国。パクチュン軍、パクチュン軍のクロスが空いて、いいボールだ。これを出しません。またつなげます。チェソンヨン来ました。チェソンヨンドリブル、懸命のディフェンスは後半から入りました。奥です。いいボール上げるね。そうですね、本当にいいボールだったですね。すごいギリギリのところからね。今挙げたパクチュンギュンは、ノーさん、これまで代表にはあんまり呼ばれてなくて、今も29歳なんですけれども。そうですね、ただですね、オリンピックの時すごいいい選手だったんですね。怪我でですね、アトランタオリンピックに出場していましたが、そうですね、ありましたかね、はい、さあ立ち上がりですよ。後半の立ち上がり、ここは集中しなくてはなりません。15番のキム・ドグンです。行きましたが、ちょっとフリーにしてしまいました。さあ、すぐに攻撃に結びつけたい。こういうカウンターの練習を昨日もやっていました日本ですが、韓国すぐに戻ります。いや、いいとこ見た。さあ、中山へ、キムテヨがその前、さあ中山、うん、押し込んで、どうだ。いや、さすがジュビロですね。今のは服部が持った瞬間の中山の動き出しもね、ぴったりでしたよ。普段からもう呼吸、あうんの呼吸です。そしてここでシュート狙っていきました。これ中山のあのヘディングいいところに行っていたら、金田さん入ってましたね。今日は両チームの決定的なシュートがどうもポストの左に行ってしまいます。前半に韓国のイチョンスの決定的なシュートが左に外れてポストに当たった。それから日本は小笠原の見事なループシュートもあったんですが、左に外れたというシーンが前半にありました。0対0です。それでは後半のメンバーです。アウェーの日本、フォワードの山下に代わりまして奥大輔が入りました。奥は中盤、その分アレックスが2トップの一角という形になっています。さあ韓国、キムドグン、左足ミドルか、切り返し、もう一度チェテウクから、チェテウクからアンジョンファン、ワンタッチでなんとか逃れます奈良橋です。じわりじわりとやはり構成に後半出てきます韓国です。韓国は前半からメンバーの変動はありません。後半の4分です。早くも左右からコーナーキックのチャンスが増えている韓国。なんとかキープしてつなげたい。キムド軍にぶつかりましたが、これはタッチラインを割ったというフラッグが上がっています。コーナーキックで、スローインです。今日はシンガポールのケネディさんが主審、副審はシンガポールルッティさん、そしてロー・ポッコンさんです。今年の3月からチームを率いるトエル監督です。韓国の後半のメンバーです。韓国の後半、前半から選手交代ありません。ワントップのイードング、左にチェテウク、右にイチョンス、この辺りのサイド、さらにアンジョンファンを絡めての強力な攻撃がこの後半も炸裂するんでしょうか。チェソンヨン、ユサンチョルへ、ボランチの選手です、キャプテン。そしてキムドグが上がっていったが、ここはゴールキーパーへ、奈良橋からのパスです。やはり後半もノジョンユンさん、はい、前半の途中からバランスも良くなったというのをおっしゃってましたが、そのまま韓国は維持している感じでしょうか。そうですね、同じサイドで攻撃してですね、はい、いいセンターリングを上げる、はい、あの作戦で、ね、さあ後ろからシュート来ました、はい、中田浩二でしょうか。中田浩二が右足でシュートを打ちました。そのノジョンユンさん、持ち前のサイドからのクロスセンタリング入る形ができているということですね。そうですね、はい、これもいいボールだ。イチョンス、チェテウクが右で待っています。この2人は高校からずっと一緒。さあ
奥が戻りました。奥から中山へ、このボールをつなぐことができないか。また韓国に奪われました。イチョンス、奈良橋に当たります。日本は彼らさん奪ってからなんとかこう続けたいんですが、はい、そうですね、まあ、ちょっとディフェンスラインにこう攻められるとね、相手に、はい、あの中盤の選手がやっぱり福田さん前半でおっしゃったようにディフェンスラインに吸収されしすぎるとこぼれ球拾いませんからね、縦のボール通る来ました。射程区アンジョーファ後ろを見た、左を使ってイチョンス、ちょっと危ない、これは惜しい攻撃になってしまいました。韓国です。日本の今日センターバックでジーコジャパンの中ではもう4試合連続スタメンという、こちら超える監督秋田豊も話していましたが、やはり韓国のフォーム、精神面、フィジカル面全てでたくましい韓国、今日は日本は必ず耐えなければならない時間帯があるだろうというふうに言っていましたが、ピッチサイドの福田さん、はい、ちょっと耐えなきゃいけない時間というのはもう前半からずっと今まだ続いているんでしょうかね。そうですね、そういう時間帯ですね、あのかなり押し込まれてますからね、はい、苦しい時間だと思いますよ。一つには福田さん、はい、疲れてくれればいいんですが、はい、そういう兆しはもちろん、あっとこれは鳴崎大丈夫、はい、そうですね、あの前半の終わりぐらいからグラウンド広く使われるようになりましたから、なかなかこうプレッシャーをかけられないという形になってますね。1対1をたくさん作られてますからね、そうなりますと非常に1対1には自信を持っている韓国代表です。今の福田さんの話なんですが、金田さん、はい、そうしますと日本はそれに対してどのような打つ手があるんでしょうか。まあ、本当はプレッシャーかけたいんですけどね、はい、ただそこは思い切ってやっぱりサイドチェンジかなり精度の高いボールで変えてくるんですけど、はい、恐れずにやっぱりプレッシャーかけていくべきだと思いますけどね、はい、中盤でこういうところでさ、マイボールになった後も大事なんですが、アレックスはここにいます。左サイドは今奥が上がっています。福西、韓国のプレス網にかかりました。いったところを取られてしまいました。キムドグンです。キムドグンもセレッソ大阪、それから東京ヴェルディ J リーグで活躍していた時期がありました。アンジョーファンがいいボールを入れる。イドングボレー、シュートは早かったですね、動きが、はい、飛べてからね、はい、しかしアンジョーファンいいボールを出すよね。そうですね手数少なくここまで来ます。これもまた左に外れました。あの胸のトラップからしてやっぱりいい位置に落とさないとあそこまで体勢いきませんので、やはりそのあたりアンジョンファンのボールも非常に速かったんですが、しっかり止めた。これは顔に当たりました。服に倒れました。至近距離からまともに顔に食らってしまいました福西です。先ほどのイ・ドングクのシュート、韓国の選手も倒れてますけどね。そうですね、ルサンチョルですね、はい、左足首を押さえてましたけど、今タックルの後で、蹴られてるみたいですね。ユサンチョル6番の選手ですが、うずくまって今左足首を押さえています。さあこういうプレーが止まっている時にジーコ監督が何とか指示を中に伝えようとしています。福田さん、はい、今このチャンスにジーコ監督は、まあ、とりあえずアレックスあたりを呼んで何か言ったようですけれどもね。そうですね、そうですね、あの言葉が直接通じるんで、はい、アレックスを呼んだと思うんですけど、ポジションの確認ですね。ははあの自分のポジションでしっかりディフェンスをするようにということですね。少し下がっていきましたアレックスですが、またパクチュンゲン、さあこれチャンスになります。小笠原が前を向けば何かが起こる。さあ曲げてアレックス、一気に前へという韓国、まあ、ポジションの話もありましたが、基本的には後半中山とアレックスのツートップという形でしょうかね。金田さん、そうですね、そのまんまの前半のサントスのところにね、はい、奥が入っているという形ですね。奥からいいボールが来ました。さあ、いいボールが返ってくれば、チャンスですよ。折り返してここにアレックス、アレックス右足、ハンドルですね。アレックスのハンドですか。今は大回らとしていきまして、いいボールが
左から服部でしょう。服部が上がったんですね、はい、で中3人いましたからね、いい形になりましたけど、結局ゴールラインも割っていたでしょうか。その前にハンドですね、ハンドですね、はい、惜しいチャンスが今2つありました日本代表です。さあこれで少し盛り返すきっかけになればという日本、まだ両チーム得点はありません。0対0。清水さん、はい、今また小笠原にポジションの指示ですね。あ、右サイドのスペースでちゃんとプレーをするようにということですね、はい、そこをやっぱり攻撃の手で使われてますからね、しっかりポジションを取ってそこでディフェンスをするようにということですね。さあ小笠原からまた前に出て中山倒れました。ということでジーコ監督からやはりカナさん、まずその守備に関する指示が出てるわけですね。やっぱりかなりね、ボールを扱いたいんでポジションどんどん変えてくるんですけど、はい、いい形でフィニッシュで取れなかった時にはどうしてもディフェンスって時に自分のサイド開けてますんで、そこを使われてるという感覚だと思うんですよ、はい、だから奥がしっかり左のポジション、はい、小笠原が右サイド、ということでね、多少固定してプレーしなさいという指示かもしれませんね、はい、さあまた上がっていきました。中にボールが入って、今度は韓国です。挟み込みました。これはファウル、韓国ボールになります。後半から山下に代わって入りました奥がミッドフィールドの左サイドに入っています。清水さん、はい、ジーコ監督のハーフタイムのコメントです、はい、前半は悪くない、そういった表現を使いました、うんうん、そうですか。そしてこのボールはどうか、チェテウク来た、飛ばす、チェテウクからまだユサンチョル、イードング、ここまで来ました。ここもユサンチョルが速い、遠いところにアンジョンファンもいます。このボールもクリアしきれません。またユサンチョル、はい、佐藤さん、はい、そして後半は集中を切らさず行こうということで、戦術に対する指示はほとんどなかったようですね。ああ、そうですか、まあ、かなり攻め続けられたという時間帯、前半からそして後半、今も少しその流れが続いているかもしれませんが、ジーコ監督、フォワードの山下に代えて奥を投入しました。そしてアレックスを前に出して、そのあたりバランスの修正を図りました後半です。清水さん、そして韓国チーム一人準備しています。韓国が先に選手交代、18番のキムドフンですね。後半に入ってからさあ キムドフン、ドフンですかね、18番、さあ今選手交代入りそうです。キムブヒョンですね、はい、中盤のアンダー22の代表です。コエロ監督も交代カードを切ってきます。日本森岡から向こうサイド服部、まだ両チーム得点はありません。中盤下がり気味の奥から福西から、これはボールが流れていってしまいました。ここで15番のキム・ドグンに代わりまして18番のキム・ドヒョンが入ってきます。18番のキム・ドヒョンは21歳、スポン・サムソン所属ですが、代表 A マッチは今日がデビューということになりました。野上優さん、この選手はボランチの選手ですか。そうですね、はい、ゲームをリードするあの選手でですね、すごいいい選手ですよ、はい、あ、そうですか、まあ、若手で本当に期待する選手の一人中ですけども、いいテクニックを持ってますね。あ、そうですか、はい、やはり今見ましたユサンチョルと並んでボランチの位置に入っています。小笠原奪われました。アンジョンファン、イチョンスがいい位置にいます。そのイチョンスへワンタッチシュート、ボレーできました。アンジョンファンというイチョンスです。ああいう形を金田さん、簡単になんか作ってきますよね。まあ取られ方が非常に悪いとね、やっぱり行かれますよ、はい、アンジョンファンやっぱり振りにすると蹴れるし、はい、自分でやっぱり突破もできますしね、はい、イードングに入りました。大声援です。アンジョンファンついているのはここ秋田、中に入ってきました、ミドルシュート。
リーキックで惜しいシュートもありました。とにかく少しでも隙があれば積極的にアンジョンファン狙ってきます。今のは時速98キロであるというように大きなビジョンに数字が出ました。ジーコがかなり大きな声で厳しい表情で言っています。今中山を呼びました。さあ福田さん、はい、何か推測つきますでしょうか今の指示なんですが。いや多分ディフェンスのことを指示してたんだと思うんですが、ちょっとわからないですね、はいはい、多分ね、小笠原じゃないですかね。あの右サイドの中盤のスペースっていうのを切り替わった時にとにかくバランスを埋めろと、はい、スペースを埋めろと、はい、攻守の切り替えですよね、はい、そこの部分じゃないかなという気はするんですけどね、はい、さあ今奥が左サイドかなり開いて張っています。中山に入ったところを奪われる。もう一度中山行く。中山つなぎました。そして小笠原が後ろからファウル。キムテヨンです。赤いフェイスガードをつけてワールドカップでは獅子奮迅の活躍でした。一番ディフェンス強いですね。強いね、はい、速いしですね、このボールは中に落としてきます。中田浩二が今上がりましたが、さあここで奪った。福西からアレックス。福西倒れますが、これはノーホイッスルです。体を入れ替えようというところ、服部奪いました。さあ近くに奥がいます。アレックス左に開いた。小笠原がここにいます。そしてこのパスがなんとかつながりました。奈良橋、奥が近づいてきました。中山がニアに走り出している。奈良橋が行きます。奈良橋が行く。中山ぽっかりと今中山の間空間が空きました。福田さんどうですかね、今の瞬間ちょっとやっぱ焦ったかな。そうですね、ちょっとトラップが足元に入ったんで頭が下がってしまって慌ててシュート打ってしまいましたね。やっぱりこう相手がさっとプレスにかけてくるっていう、そういうあれなんでしょうね、プレッシャーなんでしょうね。そうでしょうね、ちょっとプレッシャーを感じてましたね。いやかなり相手のディフェンダーは中山との距離が長かったようにも感じましたが、それをすごく身近に感じてしまうというこのスタジアムの雰囲気です。ただ後半は前半に比べて左サイドの服部も右サイドの奈良橋もね、はい、かなり積極的に上がろうとタイミング掴んでますね、はい、そこが少し前半と変わってきたところです。0対0、両チームとも点を取りに、より攻撃的にというシーンがこれから増えてくるか。小笠原つなぎました。この辺りは取られません。アレックス前を向いた。日本はあとこの小笠原の右足、そしてアレックスの左足と素晴らしいフリーキッカーがいますので、いい位置でファウルをもらえるとビッグチャンスになります。ファウルを取れるとビッグチャンスになります。さあ森岡からいいボールつながる。しかし囲んで奪いました韓国です。これはつなぐことができませんでした。若いチョンビョン軍です。清水さん、はい、韓国チーム交代がありますね。10番のあ出てきましたね、いよいよチェソング、まだ20歳ですが素晴らしいスピードテクニックを持つという。アレックス裏へというプレーでした。チェソンヨン、アレックス奪いに行く。ゴールラインを割りました。チェソンヨンもベテランですが、もうイドング、イドングに変えますね。バントップをやっていました。イドングに変えました。サポーターが時代のエースを扱うような大変大きな期待を込めてこの10番のチェソングを送り出しました。まあ、これでアンジョンファンを多分一番高いそうです、ね、トップの位置に上げて、イ・ジョンスと変わるんじゃないですかね、流れの中で、はい、まあ、そのまんまトップ下に入りますね。トップ下に10番のチェソングが入るんですね。U20、 そして U22、 アテネオリンピックの代表メンバーでもあります。しかし先日のコロンビア戦でこの10番のチェソング、フル代表のデビューも果たしました。代表2試合目、イチョンスが中に入れて、さあ落ち着いたらノジョンユンさんにも伺いたいんですが、ノジョンユンさん、チェソング選手の最大の特徴どういうところでしょうか。
そうですね、はい、細かいステップでトリボール持ってくるんで、フェンスがボール取るのは難しいですね。何か韓国の、リトルマラドーナというような言われ方もするんだそうですね。そうですね、スタイルが似てるんで、はい、いい選手ですよ。10番のチェ・ソング、身長172センチという東京です。ここで奪った、さあいい形でカットしました日本。そしてこれはまたファウルありませんか。ユサンチョルのプレーでしたが、ジーコ怒った、ジーコ怒った、しかしピンチだ日本。チェテウク、チェテウクもスピードがある。さらにかき回そうという韓国です。イチョンス、服部の体へユサンチョル戻しました。ここにチェソンヨン、縦でチェソンウキに入れてきた。さあそのテクニックはどうか、二人がかりでいった日本です。ああ、うまく日本の選手に当ててコーナーを取ってきましたチェソンウキです。センターバック森岡、やはり韓国はワールドカップベスト4、それなりのやはり敬意を持たなくてはいけないでしょうと森岡は話していましたが、しかし自分たちが劣っているとは決して思いません言っていました。現在0対0、両チーム譲らない。後半22分、イチョンス、正確な右足が入ってきます。イードングが抜けて、やや高さでは小さくなった、これは外、これは外、悔しがります。ユサンチョル、いやー、飽きたのが悔しいでしょう。前に入られた、ね、レフリーにコーナーキックの前に2人止められて、レフリーにいろいろアドバイスを受けてた瞬間にユサンチョルが走り出しましたんでね、それに合わされたんですから。あ、なるほどね。ということは、カレンさん、本来そのレフリーがまだプレーの再開といいますかね、キックをちゃんと許してなかったタイミングだということなんでしょうか。キックを許してないわけじゃないんですけど、はい、そのアドバイスをそのまま聞いてた瞬間に裏を取られ、前を取られたんでね。あ、そうですか。秋田がやっぱりユサンチョルについていくのに遅れたわけですよ。はい、それは一応、まあ、話しかけられても気をつけなきゃいけないということなんですか。気をつけないといけないと同時に、ユサンチョルを視野から離してはいけないということです。ということなんですね。いやいや、押し込んでいる日本ですが、ここから二次攻撃に行きたいところ。奥、ダイスが入ってきました。奥から中山、さあ奥、出足が速い韓国、体を入れます福西、体の強さでは負けないという福西です。そして服部、一気にアレックス、さあ中に入ってきた、右で上げて、これはどうだ、後ろから奥が上がってきていました。いい飛び込みだったですけどね。ですね、まあ、奥とすればね、はい、キム・テヨンに引っ張られたっていうね、 あるいは押されたっていう感覚だとは思いますよ、はい、清水さん、はい、ジーコ監督が指を3本出して、もう3回目だろうと、はい、マフラー3回目だろうと、もう吹けというようなことで猛烈に抗議してますね、はい、その2回は福西の2回なんでしょうね。あ、さあそのジーコ監督もちょっと声を荒げるようなシーンが出てきましたが、福田さん、はい、ここでですから、まあ、シンガポールのケネディさんが笛を吹いていますが、はい、ちょっと日本も変に熱くなるならなければいいですけどね。そうですね、あまりナーバスになってはいけないですね、はいはい、今のクロスですが、野上優さん、はい、ちょっと今首をかしげられましたが。そうですね、今ポストプレーがいないんで、センターに上げてもですね、ああなるほど、ヘディングする人がいないですね。前半のちょっと良くなかった時の状態がまた今出たというようなことなんでしょうか、韓国は。そうですね、はい、はい、まあ、アンジョンファンはそれほどその強靭な高さを持ったポストプレーヤーという感じではありませんが、今トップの位置にいます。逆に野上優さん、すごくスピード動きは出ますかね、前で。そうですね、フリー迎えたら持っていくと思いますね、はい、はい、これは奥が倒れまして、これはファウルです。笛を吹きました。そして早いリスタート、アレックスから奥、これも笛が吹かれました。キムテヨンのファウルです。ユサンチョルがまた倒れました。先ほどは左の足首を押さえて痛がっているシーンがありましたが、今度はどこでしょう。今度は右の足首ですね。さあこの時間帯にまたジーコ監督、まあ、今は座ってますね。後半の非常に厳しい時間帯です。奈良橋、それから福西、日本のベンチの前で水を飲みました。水分を取りました。
試合が始まった時点でこのソウルワールドカップスタジアム気温が 19.8 度、湿度は 35%、 非常にカラッとしたコンディションのユーサントルが担架で運ばれてきます。大丈夫ですかね。結構担架よく早かったですからね、今レフリーポルトガル人のコエロ監督です。相当痛がってますよね。コエロ監督にとってみても就任してからこの2試合目の日本戦とスタート入ってきました。まあ、共に本当にワールドカップで活躍しました両者がワールドカップを初めて激突するというこの日韓戦ソウル。さあ、チェテウから前、アンジョファン、秋田のヘディングが勝った。しかしこれは秋田のファウルになります。ファウルを取られました。今ユサンチョルが何とか起き上がろうとしています。激しい空中戦でした。今はフィールドプレーヤーが1人少ないのは韓国。チェテウが絡んだ。パクチュンギュンからボールが入りますが、奈良橋体に前を入れました。清水さん、はい、日本代表はメンバーチェンジあるみたいですね。永井が出るみたいですね。少しあ、そうですか。永井雄一郎がいよいよ代表初キャップをマークということになるでしょうか。その前にチェテウミドルシュートか、ややふかしてしまいました。チェテウクです。あのワールドカップでは最後の3位決定戦トルコ戦に出場しました。途中出場。さあ、11番の永井雄一郎が今準備をしています。いよいよ A マッチデビューの時が来ました。永井雄一郎です。黒部、それから久保、相次ぐ今回のフォワード招集されました選手の故障によりまして追加招集。永井も突然呼ばれたという選手です。ここで大きなチャンスが巡ってきました。ユーサンチョルがピッチの中に戻ってきています。またフィールドプレイヤーが10人に戻った韓国。さあ、日本これは韓国つなぐことができません。韓国もキム・サンシクが入りますね。ああ、そうですか。ボランチの選手、長身のキム・サンシクも今準備をしています。プレーが続きます。奥ゴール前に中山が呼んでいる。いやー、入ってきた。スタートだ。トラップして後ろから突っ込んできました。中田浩二ですが、もう一つ、いやー、いいタイミングでここで来ました。トラップがちょっとということなんでしょうかね。とやはりボールが10センチ、前すぎるっていうことなんですけどね。あ、なるほど。わずかの誤差でいいシュートまではいけませんでしたが、いい形を作りました。後半の間もなく30分になります。さあ、選手交代も、まあ、今日はレギュレーションではフィールドプレーヤー5人までプラスゴールキーパー1名という交代が可能ですが、今いろいろそういう意味で激しく動いているという時間帯です。これはファウルありません。いい形奪って韓国、アンジョファン反対サイド、チェソングクも呼んでいますが、ここは変わりました。キムヌキョン、そしてもう一度来ます。ユサンチョルも復帰してきた。球際に強い韓国。森岡よく守りました。そしてアレックスでつなぐエスパルスライン、そして奥から小笠原キープします。奥、これはオフサイドフラッグがありました。なんとか手数をかけず早く前にボールを運びたいんですが、オフサイドのフラッグが上がっています。先ほどのキム・ドゥヒョン、森岡がよく粘り強くプレーをしました。さあ、中山に代わりまして、これからいよいよ11番の永井が入っていきます。今中山がキャプテンマークを小笠原に渡しました。戻ってきました中山です。3年ぶりの先発出場、日本代表中山。ジーコ監督がもう頭を何度も叩いてそのローをねぎらいました。金井さん、中山はまずどうだったでしょうか。いや、やっぱり運動量ものすごく多かったと思いますね、はい、飛び出しとプレッシング相当頑張りましたね。体力的なものを考えての交代だと思いますよ。はい、そして、あ、韓国です。ユーサンチョル、やはり足首、今日はもう両足首痛みましたので、この表情です。変わりました。12番のキムサンシク、ボランチの選手がユーサンチョルに変わります。共に
同じ時間帯に両チームのキャプテンがピッチから去りました。マレックスです。ピッチサイドの福田さん、はい、いよいよレッズの後輩にも当たります永井にチャンスが巡ってきましたね。そうですね、あの今シーズン非常に調子いいですから、期待したいですね。彼のドリブルに期待したいですね。ドリブル、そうですね、はい、今トップの位置に永井が入っています。長身184センチですが非常に柔らかいドリブルを持っています。奥から後ろキャプテンマークを受け継ぎました小笠原。そしてここは福西から永井へというところ、韓国のキャプテンマークはキムテヨンに渡されています。さあキムドヒョン、アンジョンファンポストに入ってチェソングク、アンジョンファン、アンジョンファン切り返す、いやーよく入った。奈良橋よく読んだね。あの辺りは J リーグでよく対戦していて分かっていたか、ね、はい、奈良橋です。ただ今そのまま左サイドに振られたらイーチョンス完全フリーだったね。そうですね、はい、持てない、持てないね。さあノーサー、はい、このまま引き分けちゃいけませんね韓国は。そうですね、本ですから、はい、やっぱり勝たないとダメですね。0対0です。共にチャンスは迎えますがゴールを割ることができません。韓国はクエロ監督になってから3月の末のコロンビア戦0対0、そしてこの日本戦まだゴールが一つも挙げられません。日本の方はというとゴールはマークしていますが、まだフォワードの選手にゴールがありません日本代表です。そのあたりでジーコジャパンのフォワード第1号、そのゴールをそして永井雄一郎あたりが持っていくんでしょうか。イチョンスからコッツがついた、キムドヒョン。さあここはチョウペンプンからチェソンヨンです。インターセプトからつなぎました。ややトラップがなかったが服部が上がってきています。アレックス、いや小笠原からつないで奥が前を向いた、奥から奈良橋合いません。今合えば決定的なチャンスだった。しかし本当に服部奈良橋が連続して上がっていくシーンがあります。日本変わらずの安定感を見せる奈良崎、昨日27歳の誕生日を迎えました。さあこの後金田さん、勝敗を決するのはどういうポイントになってくるんでしょうか。やっぱり中盤でのね、はい、イージーなミスっていうのが、はい、まあ、どちらのチームも命取りになるような気がしますけどね、まあ、これだけの時間帯で運動量がかなり多い、はい、なると当然セットプレー、コーナーキック、フリーキックっていうのもあるでしょうけど、はい、ただ野さん、韓国の方はやっぱりちょっとターゲット、あのアンジョンはそういうタイプじゃないんで、まあ、いいドングが下がってウソンヨも出てこないとなるとちょっとこうターゲットが絞りにくくなりますよね。そうですね、はい、あのセンタリングが少なくなるんで、うん、はい、長いボールですが長すぎました。韓国は今金田さんからお話ありましたが身長192センチという今シーズン絶好調のウソンヨンというトップの選手がいるんですがまだ出てきていません。まだ両チーム得点がありません。日韓ともに前半から決定的なチャンスを何度か迎えているんですが、さあ長いボール、まあ、特に前半の途中からは韓国が、あーっと危なかった、一方的に日本陣内で攻め込むという何度も波状攻撃というシーンもありましたがそれをしのいでいる日本です。チョ・ビョングル上がっている、手につないだ、アンジョンファンがここに流れてきています。そうしますと中央はちょっと身長も低い選手しかいません。韓国マレックスへ変わって入りましたキム・サンシク、12番の選手です。小笠原行きました。清水さん、韓国もう一人選手交代です。はい、パクドンヒョンですね。今度はパクドンヒョンが来ました。4番をつけました。この選手はセンターバック、それからボランチもサイドもできる選手だと聞いています。4番のパクドンヒョンです。チョンプヒュンデの選手、チェテークですか。ああそうですね、この交代はノジョンユンさん、はい、どういう意味が推測されますかね。多分ディフェンスをもっと強くするじゃないですか。あそうですか、はい、0対0後半の35分、まあ、ホームの韓国は何としても点を取りたいところだと思うんですが。そうですね、さあどこに入りましたでしょうか。4番のパクトイフですが中盤ですね、ボランチの位置に入ってますね。
ということは、まあ、これでフォワードの方がもうアンジョンファトップにして、はい、代わって入った18番がトップ下に来て右にチェソング、左にチェ、イーチョンスという形ですね、はい、こういう形で金谷さんワールドカップでもどんどんポジションチェンジをしながら、うん、そうですね、それでもあの素晴らしい攻撃見せましたからね。秋田のヘディングです。まあ、1人がいろいろなポジションをこなすことができるというそういう伝統を一つ前監督のヒディング監督が植え付けました。チェソング、アンジョンファン、これがクリア、キムサンシ代わって入ったところ、4番のパクドンヒクですが日本守ります。チェソングとドリブル、ハットリ落ち着いています。ハットリ野さん、今もう少しどうすればよかったんですか。いや今はもうしょうがないですね、あの時はドリブルだけですね。ただ見てて楽しいよね。そうですね、はい、後半の37分になりました。さあ長いボールですが、これはゴールキーパーの、ね、来ています。日本はアレックス、それから長井、この2トップという形になりまして、共にスピードドリブルもできます。その後ろに小笠原、今キャプテンマークを中山から先ほど受け継いで左腕、そして奥、こういったあたりの中盤です。長井を狙って奥、その前韓国が体を入れてきます。ここ奪いました長井です。そして奥、中田浩二、中田浩二のところで潰されてしまいました。いやボランチャーの福西とともに、はい、まあ、確かに押される時間帯長いんですけど、非常によくやってると思いますよ、はい、まあ、できればね、はい、あの2人とも攻撃力を持ってるんで、あのチャンスがあればどちらかが上がって、はい、まあ、後ろのスペースはどちらかが残るというような形をね、もっと出してもいいんじゃないかなとは思いますけど、キム・サンシンからのボールです。奈良橋、小笠原、イチョンス、ドリブル入る、パス、サイドを変えます。さあゴール前には4人、5人がなだれ込んでくる。もう一度中田浩二詰めました。さあ怒涛の攻め、また大きな圧力をかけてくる韓国は、後半は赤一色に染まりました。そのスタンドに向かって攻めることになります。後半38分、ゴール前に長身のキム・サンシク、代わって入った184センチの選手も上がってきています。キム・サンシクヘッド、その他目立って大きな選手はちょっと今いません。韓国の前の方です。小柄でスピードのある選手がいます。思わずのジョンユンさんがのけぞってしまった今のミスキック。そうですね、はい、今はちょっとキム・テヨン。さあ金田さん、はい、この0対0で後半の39分ですから、アウェーの日本はですね、チャンスあると思いますよ。チャンスありますか、特に。ただし前提はね、はい、サントスと永井が、まあ、この雰囲気ですけど、はい、もっと自信持って自分のプレーにこだわってほしいなと思うんですよ。パスパスじゃなくてね、はい、だったら絶対チャンス出ます、はい、奥が取ったボール、アレックスから合いません。こういうところもね、はい、ちょっと自分でもっとやってほしいんですよ、永井とサントスにね、はい。チェソング10番の選手、小柄な選手、今やっぱり韓国もターゲットが中央になかなかいないんで、はい、上げるボールっていうのを結構苦労してますよね、そうするとそのあたりのところはノ・ジョンユンさん、はい、ひょっとすると明日の新聞あたりこのまま引き分けるか負けてしまいますとね、コエリョ采配というものがちょっとかかれるかもしれませんか。そうですね、どうですかね、厳しいですからね、厳しいですね、今はあの監督変わって一勝ないんで、前任者が良すぎましたよね、ヒディング監督ね。カリスマヒディングから、まあ、同じようにヨーロッパでは実績のあるというポルトガルを2000年のヨーロッパ選手権でベスト4に導いたコエル監督に代わりました。それからピッチサイドの福田さん、はい、日本の方なんですが、はい、もうアウェーですから引き分けでもある意味では結果では上出来なんですよね。そうですね、でそれをちょっとこう感じさせるような雰囲気というのは今どうでしょうか。そんなことはないと思いますけどね。そうですか、積極的にいけとジーコ監督が言ってますけどね、はい、
ントリー。ああしかし安城さん、森岡、これはまあ PK ではありません。韓国サポーターから大ブーイングです。しかしこの辺りは迫力がすごい。安城さん、清水エスパルスのチームメイト同士、森岡のディフェンスでした。清水さん、はい、今神戸監督がリプレイを見てもイエローカードを出せと怒ってますね。シミュレーションだ、自分で転んだんだろう、はい、ということですね。ものすごい剣幕で怒ってますね、はい。まだこちらサイドの副審の方に神戸監督が言っています。まあ、内容が良ければということも言っていますが、神戸監督自身がもう世界一の負けず嫌いですから、まだ1勝もできないということで、しかも今回は世界ではありません、アジアを相手の初采配、初のアウェーでの采配ということになります。まだチャンスはあります。カードを出せというジーコ監督の先ほどのリプレイです。やはり日本もアウェーではありますが、金田さん、はい、ジーコ監督になって初めて の、 そのアジアとの戦いですからね。そうですね、そういう意味ではやはり結果というものを求められます。チェソング、チェソングどうする、いや周りの韓国の選手が見てますが、とにかく自分でやろうというチェソングです。まだ20歳になったばかりというチェソング、今度はどうするのか。さあレックスがここまで下がってきました。長いと合いません。さあジョンスがまだまだスピードがあります。クロスが入ってチェソング、どんな技を見せる。股の間から、しかし日本ボールになりました。ため息に変わります。小笠原もかなり今アレックスの近くまで上がっていきました。小笠原にちょっとボールがあまり入らなくなってきた日本。キム・サンシクワンタッチでつなぐ。過去の日韓戦でもこういう時間帯から金田さん何度も最後に韓国の底力にですねゴール割られるシーンもありますから。そうですね、まあよくフィジーがミスさえしなければね、はい、集中力は保っていると思うんですよね、必ずいいディフェンスができたらチャンスになりますから。イチョンスが立て奈良崎です。第1回が日韓戦は49年前、1954年3月、スイスワールドカップ予選、日本はホームゲームでしたが5対1で敗れました。そこからおよそ50年にわたって過去日韓戦61回、日本はわずか9勝35敗17の引き分け。韓国で行われたゲームでは19試合、日本わずか2勝14敗3つの引き分け。さらに選手を変えてきます。22番左サイドバックのパクチュン軍に変わりまして、13番ですパクチュソンが入ってきます。今回の韓国チームの中で最も若い19歳、しかしアンダー20、そしてアンダー22の代表です。奈良橋のボールこぼしたところ、ボールからのボール、ハットリック、ゴールキーパーに戻しました。まもなくあと10秒ほどで後半のロスタイムに入ります。このまま0対0のドローゲームでしょうか。清水さん、はい、ロスタイムは2分です。ロスタイム2分、今手元の時計では後半ロスタイムに入りました。ロスタイム2分です。両チームなかなかゴールを上げることができません。かなり疲れもきている。最後は気持ちです。ジーコ監督も話しています。いよいよ再来年から日本は次のワールドカップに向けましてアジアの予選を戦わなくてはなりません。本大会よりも地区予選、こちらの方がハードなんだ、それを勝ち抜くためには日本を相手に目の色を変えてくるアジアの強豪たちに対してそれ以上の強い気持ちで臨まなければとても勝ち抜くことはできない、絶対に最後勝つんだという強い精神力を私はこれから選手たちに植え付けていきたいと話していました。しかしここアウェーソウル、大変なこの赤い波の中で日本相手に得点を許していません。長いボール、チェフォンヨンです。さあ何をするか怖い、あっと
これはファウルではありません。しかしとにかくあの金田さん絶対に自分でやるんだという強い気持ち、はい、仕掛けますよ ね日本は実はこの選手とは今年行われるアテネオリンピックに向けてのアジア予選で、まあ、もしかしたら戦わなければならないかもしれません。韓国の22歳以下の代表は先日2月にはオランダに行きまして、オランダ代表に1対0で勝つという大金星を挙げています。かなり強力なメンバー、そしてその中の何人もが今日フル代表に入ってきている。いよいよさあ長い自分で長いさあチャンスだ、長い自分で行くか、かわすかわす、このボールは入ったか、入った入った、日本ゴール、永井雄一郎やりました。不気味に静まり返るソウルワールドカップスタジアム、日本から来た一角のサポーターだけが湧いている。この静けさは何だ、日本がゴールを決めた。初めて自分でね仕掛けた、これはもちろん狙ってできるシュートじゃないんですけど、そういう気持ちがねこういうディフェンスとぶつかった時にこういうプレー出てくるんですよね。相次ぐ久保、黒部、フォワードの怪我で追加招集された男が、サブだった男が永井雄一郎、今日は A マッチデビュー戦の男がやりました。ジーコジャパンになってから初めてフォワードの得点、そして日本勝った、日本勝ちました、日本勝ちました、1対0、後半ロスタイム永井雄一郎のゴール、アウェーソウルで勝った、アウェーで3勝目、日本勝利です。